ウィリアムス、今日も4番はレフト松井です。5番ポサーダ、6番にジオンビーは左の膝の故障が心配ですがスタメン、そして7番ガルシア、8番ブーン、ソリアーノが今日9番スタメンに戻ってきました。先発ピッチャーはアンディ・ペティット、ポストシーズンの大黒柱です。そして王手をかけたマーリンズ、6年ぶりのチャンピオンが今日実現するでしょうか。ピエール快速、カスティーヨが現在不調です。3番キャッチャー、守りの要イバン・ロドリゲス、4番レフトカブレーラ、5番 DH コーナイン、6番サードローウェル、7番ファーストリー、8番に今日ライトエンカルナシオン、9番ショートゴンザレス、そして若き速球派ベケット、中3日の先発。今日からは DH 制になります。アメリカンリーグの投手とも言えるんですけど、はい、立ち上がりですよね、はい、立ち上がりがスムーズにちゃんぽんでしたが、その後当たりが止まりました。エル・カブレーラ第3戦で第1ですけど、どんどんストレートですね押してくると思いますけど、はい、今はですね、はい、本当にスピンの効いたストレートボールが来ますけど、悪い時にはシュート回転のセコンドベース、ドミニカ・レポブリカ、マイク・ロー、サードベース、ポルトリコ、アレフ・ゴンサレス、フェイスボール、ベネズエラ、ミゲル・カバレラ、アウフィール、ベネズエラ、ワン・ピエール・センターフィールド、USA、ワン・エンカナシオン、アウフィールド、フランドミニカ・レポブリカ、イヴァン・ポーチ・ロドリゲス、キャッチャー、メガ・バハ・ポルトリコ。ペティットが流れを変えるピッチャーなら、松井は流れを変えてきたバッター。ベケット大勝1敗で迎えた初回に先制のスリーランを打った松井、ポストシーズンの好調さが続いています。ローエルは第5戦で2点タイム、少し低くなるとこういい捉え方ができるような感じもしますが、末を敷きますと8番GM がやはりこのジオンビーの状態について会見をして、要因に8番のサードのブーンもこのシリーズ以来ポストシーズンでの打率です。 AVG がアベレージ1割3分8厘、ホームランが1、打点が6、これも低い。この回は前という話をしていましたが、今日は9番、スリーアウト、フロリダマーリンズ6年ぶり2回目ワールドチャンピオン。最初の優勝からどん底を味わったチームが見事に這い上がって、今年は大逆転のワイルドカード、そして逆転また逆転のゲームでナショナルリーグの優勝を勝ち取って、最後はワールドシリーズヤンキースを堂々と破りました。そして松井